キャプテン、さげにインディアンの偵察隊を発見しました。この先にはインディアンの部族がいるようだな。彼らの姿が見られるなんてついてますね。彼らのような部族は一箇所に長く留まっていることはめったにありません。すぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな。煙突から煙を吹き上げるところから火の神と呼んでいる。キャプテン、水面の様子から判断するとどうやら水深が変化したようです。ベルツマン、水深を報告せよ。あっ、いい、あっ、ボールが私たちに知らせていたんです。マーという彼のペンネームは川の深さを測る言葉だったんですね。作家になる前、彼はこの私、船乗りというものはついつい大げさな話をしてしまう性分のようです。その話ならおそらく迷信じゃありませんね、キャプテン。そろそろ船着き場が近づいてきた。蒸気船パークトイン号はまもなく船着き場へ到着。